はい、どうも覆面ぼっちです。昨日半年ぶり、いやもっとかな、お酒を久しぶりに飲んじゃって、そしたらなんかすごい酔いが回るのが早くて、そんな中でですね、動画を撮ろうと思って動画撮ってたら眠くなってきちゃって、あのこれダメだなと思って、本当はね、こちら鬼滅の刃おねむたん死の方二度寝アースカラーバージョンで、こちらをね開封しようかなと思って動画を回してたんですけど、まあ、一応撮影してた分があるんで、それをちょっとまあ冒頭に持ってこようかなと思うんですけど、シークレットパズルクリップ、これをね8個追加で購入させてもらって、1回目がね神引きだったんで、まあ今回で、コンプリートするんじゃないかっていうことで酔っ払いながら開封してるんで、まあどうなったか見ていただければと思います。前回開封したシークレットパズルクリップ、連続で日黒さんが出てくれましたけれども、ちょっとね全種類やっぱり集めたくなっちゃったので再び買ってきました。8個買っております。もうねこの際全種類コンプリートを目指していきたいと思ってるので、まずはこちらを先に開封していきたいと思います。全部で16個か、まあ揃うでしょう。よし、1袋目、せいっ煉獄さん、あかぶった。2袋目、せいっ、おかなお出ましたね、初めてだ。はい、3袋目、せいっ、やべえ。ていあちょ、マジか。やべえ。ダメージがでかい。ダメージがでかい。はい、5袋目。せいお、初めて出た。伊之助だ。いいね。伊之助。あれちょっと待ってよ。これもう。コンプリートできないじゃん。6袋目、せいっ、おサネミ出ました。かっこいい、めちゃめちゃかっこいいじゃん。7袋目、せいっしゅ8袋目、ラスト、スイッ、あっ、嘘だ。はい、すげえな。最初のあの神引きは何だったんだろうな。マジか、やべえ、ダメージがでかい。はい、ということでですね、まあ、ダブリだらけです。はい、まあ、新規で獲得できたのは、伊之助とカナオとサネミの、まあ、3つだけだったと。僕の買った書店でね、もう残り少なかったんで、もう、揃わねえかな、もう。全種類は。まあ、ちょっと、次買うかどうかはちょっともうわかんない。おねむたん。開けていきましょう。ねずこ、いのすけ、みつりちゃん、さねみ、そしていぐろさんという5種類がラインナップされております。いのすけになります。かわいい、かわいいね。紐で縛られてますね。暴れるから縛られてんのかな。ね、基本的にね、あの造形はねすごい可愛くデフォルメされてます。塗装もね、あの今まで 1,2,3 とアースカラーバージョン紹介させてもらったんですけど、どれもね綺麗です。はい、顔も、あ、すごいね、ちゃんと二重のシワも入ってますね。可愛い。
続いてはねずこになります。もう一瞬でねあって気づくところはね、髪の毛の色が全体的にこう茶色がかった色になってますね。まあそれがアースカラーバージョンっていうことなんでしょうけど、ポーズも可愛いですね。素晴らしい。続いてはサネミになります。かっこいいね。似てる。行明さんの時もそうだったけど、こう白目にね、白目のところにこうグレーのプリントが入っております。多分これ影を表現してるんじゃないかなと思うけど、個人的にだけどこのサネミの髪の表現はなんかこのフィギュアが一番うまいような気がする。アースカラーバージョンから集めたんで、元々のおねむたんがちょっとどういうものかっていうのがわからないんですけど、色の違いはどうなんだろうな。次はみつりちゃんになります。すげえなんかかわいい猫みたい。かわいい。はい、ちょっと一通り見ていきましょう。元の顔がちょっとわかんないけど、どんな表情だったんだろう。これめちゃめちゃいいね。色とかもパッと見そんなに違和感っていうか、ああ色が違うねっていう感じも思わないけど、元の色はもっと濃かったのかな。でもめっちゃいいね。かわいい。イグロさんになりますけど、わっいいじゃないですかこれ。髪の毛が青いっすね。青いし、羽織のこの特徴的なこのね模様も青色になっております。これはなんかすぐ色の違いが分かったような気がするけど、ね、眠そうだね。本当に眠そう。他の子はまださあ、でもねずこも眠そうなあれだね。めちゃめちゃ眠そうじゃない。プロさん一番眠そうな顔してるけど。めっちゃいいじゃん。ということで、鬼滅の刃、おねむたん、死の方。二度寝。アースカラーバージョン。全5種類、こちらを紹介していきました。あとは、シークレットパズルクリップ。こちらを開封させてもらいました。なんかね、届いたんですよ。見てみようか。あれ？なんだこれ？あ！ちょっこりさんだ。イグロさん、イグロさんのちょっこりさん。これも、これね、どうしようかなと思ったんだけど。はい。これちょっとまあ、先行して、イグロさんだけ買ってます。これもね、一応また全種類ね、買ってますんで、またね、もう全部揃ったら紹介したいと思いますけれども、初めて実物見たけど、やべえな、これ。似て、あんま似てねえな。もう一個、もう一個、すいません。もう一個は、なんだろうね。ないこれ。うわ、あ、出た。出たよ。あ、ここ見え、5の方だ、これ。これ5の方、来ましたね。心の闇を解放していく時が来た。またこれは次回やりましょう。なんかこう、ドロドロしたものをね、もう、出していかないといけないんでね。そういう時に届くんですね。はい、これはまた次回開けたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ではまた。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。